とべ焼きとべ焼きは、愛媛県とべ町を中心に作られる陶磁器である。一般には、食器、柿等が多い、愛媛県指定無形文化財、後輩の産地から、良質の陶石が産出されていたことから、大須藩の肥後のもと、発展を遂げた。やや厚手の白磁に、ごスと呼ばれる、薄いん色の手書きの図案が特徴。他用の磁器と比較して頑丈で、 重量感があり、ひびや欠けが入りにくいため道具としての評価が高い。夫婦喧嘩で投げつけても割れないという話から別名喧嘩機とも呼ばれる。とべ焼きの多くは手作り成形のため全国的に見ても決して大産地や有名産地ではないが独特の風合いが愛好家に評価されている。さぬきうどんの器としてもとべ焼きはよく用いられる。 映画、瀬戸内海賊物語においては、重要なシーンのアイテムとして、戸部焼きが用いられた。戸部焼きは、江戸時代中期に陶器を焼く釜として始まったが、大須藩、旧代藩主、加藤康志公の時代に、藩の財政を立て直すため、砥石くずを使った磁器作りを命じたことに起源を発すると言われている。命じられた杉野定介が、 飛べの五本松というところに上り釜を据え、苦労の末に1777年に、ようやく白地に藍色の焼き物作りに成功したと言われる。焼き物に必要な焚き木も近くの山々で豊富に採れた、上、傾斜地に流れる渓流や小川は水車を据えるのに、適しており、原料の砥石を砕き糖度にするのに盛んに用いられた。海元年、トンバリと呼ばれるレンガ作りの釜が導入される。 明治期に入ると、廃藩地検により、工芸技術者の行き来が盛んになり、それまで各藩が抱え込み、門外不出とされた陶磁器作りの技術が流出した。セットや唐津、あるいは京都などの当時の先進地の情報が飛べにもたらされるようになり、飛べ焼きも量産が可能となった。明治5年頃からは、正さの唐津線で、販路を全国へと広げていった。 もともと松前は海に面しており、小舟を生かし沿岸の町を行き来する商人がいた。ただ、松前は松山藩、戸部は大須藩であり、住民の交流は乏しかったが、正木の商人が戸部焼きの商品性に着目し、商品として扱うよう求めたものであり、これも廃藩置県の一つの副次効果といえる。その後、輸出商品として、 群中港から出荷された時期もあった。1976年12月15日に、通称産業省の伝統的工芸品に指定された。焼き物は6番目に指定されている。今日では、独立して窯を開く職人も見られ、また、女性作家も増えているなど、日用工芸品としての道を歩んでいる。2005年12月27日愛媛県、指定無形文化財。 技術保持者として、酒井義美が認定される。竹内淳一監修、焼き物見方、見分け方百科主婦と生活者、1996年。ISBN4 億3916万 597X、ピアニッシモ、34から37経済、産業省四国経済産業局愛媛県、無形文化財。ありがとうございます。